オリンピック開催の是非。宮本百合子。日本へオリンピックを招致しようとした時の雰囲気を思い起こします。日本へ呼ばなければ一でも招致せぬという気分が示されていたことがきつく印象されています。何の意地によってそのやめられるのでしょうか。始めにも終わりにもある無理の感が与えられるのを遺憾と思います。1937年11月。